はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D 続きやっていきたいと思います。このね、寒い辺境のね地メビノの扉地下10階からスタートいたします。前回ね、10階まで来たんですけど、途中でね、エグドラシル仲間入りましたね。ですね、モンスターで自然系ですね。完全にあれはね、もう体重ですね。エグドラシル、人面獣とハテナって書いてますけど、これワタボウとかワルボウですね。なので、とんでもないレアなモンスターですね。これが出てきたので、捕まえました。あとはなんだろう、あれ、悪魔系物質系死神の騎士って。死神の騎士って何系だろう、あれ。なんか物質系っぽいよね、今回ね。悪魔かな、悪魔系か、あれ。あ、いたいた。死神の騎士。これ、ハテナハテナって書いてますけどね、ピサロナイトを2匹でできると思うんですよね。ピサのナイトすら合ってないのにね、まだ死神の騎士が出てきたので捕まえました。ということで、そんなところからスタートなんですけど、今回18階までね、行っちゃおうかなと思いまして、お、いいね、宝箱、いきなり。ちょっと昼間にしちゃおうか、これ。ほんと、ちょっとボタンが、おかしくなってるんですよ。昼間じゃないし。上なんか飛んでたな、今。影見えたけど。絶対飛んでるモンスターの影じゃないよねって。バルンバじゃなくて風船ドラゴンだ。風船ドラゴンとダッシュランで、他国のマスターがいたらまた戦うんですけどね。なあ、もうこれ避けれない。ドラゴンバゲージなんか当たる範囲が広いんですよね。まあ、避けれなくはないけどね。十分に間隔を取って、まあ、逃げた方がいいですね。戦う気なければ。まあ、戦う気なかったんですけどね。まあ、スカウトしてもいいけど、まあ、倒して経験値にした方がいいかな。デスタムーアがいるんですけど、仲間に。レベルがちょっと低いんで、まあ、戦いながらいたらね、まあ、メタルチケット使えばね、すぐ上がるんですけどね。確かこれ一回使った後だったような気がするんだけど。これ一回どんぐらいだろう。お金も貯まるな。レベルいくつだ、これ。19か。しかもちょっと振ってないようなケース。やっぱ振ってないじゃん。前回弱いわけだ、それはね。最強呪文。ここマックス上げようか、とりあえず。マックス。賢さアップもマックスまで上げられるね。250。いった。こんだけ上げりゃいいでしょ。上げてないじゃん。全然上げてなかったし。ここは行き止まりだけど、他国のマスターらしきものはいませんね。いたらそこを戦うんですけどね。え？扉は？あ、奥か。じゃあこっち側だね。嫌なとこにいるな。嫌なとこにいるな。もう本当に井戸直行した方がいいですね。とりあえず捕まえられるモンスターとかもいるんですけど、図鑑にもう埋まっちゃってるんでね。アンドレアルいるじゃん。あ、ここにいるんだ。アンドレアルがいる。やべ。まあ、これも捕まえて、これデスピサロの材料になりますからね、アンドレアルもね。待って、これ捕まえといてグレートドラゴン作れる。しまった。あ、それいいな。まあ、作れるっていうか、一回捕まえてるから、巡り合いの扉行けるようになったので、そっちの方がいいですよね。まあ、今回一番下まで行っちゃいますけどね。5% スタートか。さすがアンドレアルになると、急になるとこうなりますよね。普通に他国のマスター戦ってるのと変わんないですよ。倒した。肉使ったら入る可能性あるけど、限りなく低いので、確率が。まあ、こんなことやってる間にね、肉なくなっちゃうので、もったいないですよね。もう絶対捕まえたいモンスターだけね、本当にね、狙って捕まえた方がいいですよね。まあ、これも捕まえたいんですけどね。なんか一番下の階までいそうな気がするけど、アンドレアル。ここにいるということだけ覚えておけば、まあいいかな。一応、ボスモンスターですからね、ドラケフォーのね。もう仲間を呼ぶ珍しいボスモンスターですね。だすごい強いのに、何体も現れますからね、下手したら。もうそこにしかいないので、他国のマスターはいないですね。いや、前回は美味しかった。本当にエグドラシルはびっくりした。
あれもかなり確率低いんじゃないですかね。出てくる可能性も低ければ、マスカメの可能性は本当にもちろん低いですけど。音が止まった。あ、え、なんか奥になんか見えるの、なんだあれ。あ、なんだこれ。あ、オーイグアナか。え、待て、宝箱が絶対あるって言ってたね。さすがにダメージ1以上いくようになりましたからね。敵もね、強いですよね。ここ行っちゃって、魔戦士のところ、魔戦士ダンジョンよりね、一番最初行ったところより確実に難しいですよね、ここの扉。だから体重にもこういうところはあるんですね。これバピラスか？バピラス、待って、バピラス捕まえた？なんか捕まえた記憶は全然ないんだけど。あ、捕まえてるわ。だいぶ最初に作ったかもしれない、もしかしたらバピラス。裏作業とかで。だから覚えてないんかもね。まあ言われてみれば作ったかなーって感じはするけどね。これドラゴンクエスト2のモンスターですね。パピラス。2のモンスターっていうか2にね、出てきたモンスター。あのゲームもね、いきなりね、変なとこ行くとゲームバランス崩れますからね。うっかり、未開の地に入っていくと、とんでもない強いモンスターに遭遇してね、全滅しかねないゲームなので、まあそれだけ自由度が高いんですけどね、それだけ面白いので。だ特になんか最初の方なんかな、宝箱がなんか守ってるベビルっていうグレムリンの色違いのモンスターいるんですけど、あれとか、もう喋ってる暇ねえわ。ちょっとこれ、多いって、だから多いってば、もういいや、宝箱だけ見つけちゃいます。いやー、しかし大変な目にあった。ぐるぐる本当にこんなモンスターだらけのところね、回りましたよ。宝箱ありましたね。まあ、あったところでこの敵にちょっとあったんですけど、まあ、プレッシャー多いな。さすが。MP もそこつけてきたんですけどね、一番下まで行けば回復するので、前回ね、変なところで回復ポートル使っちゃったからね。こういう時使えばいいんですよね。だってまさかその後に回復できる場所あると思わなかった。はいはい、お、世界樹の葉のためにぐるぐる回ったんだね。まあいいや。いろいろいますけどね、オーイグアナとか、まあ、バラエティ豊かなモンスターがいること。デンタザウルス。これは、ここ、待ってよ。ここ上がれば、宝とか、あるよね。そうだよね。で、こっち行って、左か。なんか消えたけど。なんかモンスターまた変わりましたね。なんかね。一層とガラッとね。13階まで来たら。違うモンスターになってきたんじゃないかなとこした。うわ。さて、夜でデンタザウルス。さて、朝は何が出る？朝だったら消えてないか違うんだよね、またね。アンドレやるか。だったら夜の方がいいか。っていうのが、まあ、なんだろう、あそこ。モンスターパークじゃなくて、モンスターハウスだ。あそこが、朝の状態でもあったからね。朝じゃないや、朝の状態だね。で、今夜だから、夜だったらこれがいたんだね。マジっすか？ちょっとつ猛進型、モンスター、デンタザウルス。色違いのバザックスにはドラクエ10でお世話になりましたということでね。あれ、なんかバルザックの方が速くなってない？強いな、さすがにここまで来ると。斬撃封じに。もう行っちゃいましょう。リザードフライが飛んでるけど、しかと。はい、14階。右見て、あ、左見てだね。右見て。何もない。
テンタザウルスよりアンドレアルにしといた方がいいのかな、避けていくんだったら。だったら、もっと条件悪く、ラナリオン。雷。雷になったら何が出てくる？ああ。バルンバ。バルンバになった。待って、これバルンバだったよね、今ね。肉が落ちてる。うわはい、もうとりあえず敵がいっぱいいるので。お、ここの骨付きは大きいね。さて、はい、このタイミングでね、ちょっとテリーの新品欲しがってた、お？これ捕まえてないわ。テリーの新品欲しがってたじゃないですか、自分。引っ越し用に。さっき骨付きいいですね、これね。新品がね、家に届きました。とうとう来ました。ということで、ジョーカー2から引き継げます。買ったんですよ。買ったっていうか、もう調べましたね、いろいろね。地元に売ってなかったんで、新品さすがにテリーなかったんで、全国探しまして。捕まってないし。とうとうテリーがね、4本目になりましたね。今リアルにこのゲームをやってる最中に来ましたね。うちに届きました。1/2、捕まれ。よしよし。どんぐらいやってるかな。このボス強いんだろうな、おそらくな。まあ何がいるかはちょっとね、コメントに書いてあったんで、自分知っちゃってるんですよね、ここだけは。まあ扉の名前見たらわかるんですけど、大体。まあさーっとねクリアしたいっていう理由がそれなんですよね。まあ他国のマスター出たらもしかしたらもう一パート分けるかもしれないですね。まあ分けないで、なるべくなら今回のパートでいきたいので。アンドレアルちょっとドライブまあするからそういう目に遭うんだということで、まあ一番下まで行けばね、回復できるんで、まあそれに越したことはないので、ね、何もないよね。さて、井戸はどこにあるの？ あそこか。下下っていくか。よし、ここに宝結構ありますよね。あ、下に宝見えんな。あれな、いやらしいな。え、これ、あ、滑り落ちてちょっと見つけちゃったので、左側の宝だけ回収して。肉もあるね、いいね。これ取れっつってんだ。燻製肉、お、いいね。メタルチケット2回あった。よし、1万ゴールドで買えるものが起こってると嬉しいですよね。これでまたレベル上げできますからね。配合して1回メタルチケットを使えば大体強くなるんで。よし、16回、16、あと2回だ。左よし、右よし、安全確認しました。あ、なんか右になんかなかった？あったね。あと2階なんでね、もう行っちゃいます。お、銀の塊。これ売ったらお金になりますね。お金のバランスが落っこってるものがね、もっと高く売れればいいんですけどね。ちょっとそこら辺。ですよね。さて、これどっちだ？下先行くか。アンドレアルの宝庫ですね。これ多分下までアンドレアルいますね。スマイルリザード。あ、井戸見っけ。もう井戸あったら行っちゃいます。
多分全部回ってたら他国のマスターもう一回ぐらい会えたかもしれないですけど、ちょっとね今回クリア目標なので、そうやってるとね外、あー肉見えんな、肉だけ取っちゃうか。時間で結構短縮しながらやってるんですよ、こう見えてね。お、いいね、燻製肉。何がいるかちょっとわからないので、肉がね、1個あったおかげでね、捕まえられたとか、そういうこと結構あると思うんですよ。よし、来た。さて、まあ、流れる音楽はどっちだ？ドラケ5か。5のあれね。なるほどね。さあ、5で眠いと言ったら何でしょう、みたいな。よし、ここで回復ができるので、宝箱もあるね。まあ自分で結構好きなようにね、実況やってるので、たまに愚痴とか言うときあるかもしれないですけど、もう本当に軽く流してくれちゃっていいので、もうそれ本当にね、まあそれによってね、突っ込まれるとちょっとモチベーションとかやっぱ下がっちゃったりするんで、まあ、そこら辺協力よろしくお願いします。ということで、ボス行きましょう。あんま言いたくないですけどね、言わないとわかんない人いますんでね。よし。イザナイルーラ、イザナイルーラだけ取っちゃうか。ライバーインだね。他国のマスターはいなかった。まあ、いなかったっていうか反対がいるかもしれないけどね。よし。まあ今それをやってる時間がないので、はい、では行かせていただきます。とうとう来たね。だいぶ前にこの扉見つけてたんですけど、レベルが高すぎていけなかったんですよね。おマグマの世界、まあ、前回の前々回か、おお来た、ヤマタノオロチを思い出します。ゴゴゴゴ。これターン数ってあんのかな誰だ我が眠りを妨げる者は。我が名はエスターク。今はそれしか思い出せぬ。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからぬのだ。この私何をだ、私を滅ぼすためにやってきたのか。はい。ゴゴゴゴゴ。どうやら眠ってしまったようだ。もう一度聞こう。あ、何？都合いい耳してんな。地獄の手、そうか、私を従えるためにここまで来たというのか。あ、そういうことね。その通りだ。面白い。私を従えるのであればそれなりの力を示してもらうぞ。コアパートで手加減をせぬ、全力でひねり潰してくれるわ。よし、逆にひねり潰してくれるわ。さてどうしよう。バイキルトかけた方がいいな。さあ地獄の手よ。これ従えたらね、また配合にすごい良かったりするので、バイキルトかけるんだったらバイキルミンかけた方がいいかな。うん。で、これで自分にバイキルトかければいいんだもん。うん。そうだね。532。560。もう1000いきました。バイキルト自分にかけて、で、攻撃しますよね。全員で取れた。もういいね、1000以上、ビッグマン。これちょっと回復しながら戦った方が、あ、でもそんなでもないか、メラガイア。これバルザックに行けばいいんですけど、ダメージゼロなんで。ゼロですね、食らわないですよ。はい。剣の前。200以上いかないですよね、これ。素晴らしいな。カウンター使うんだ。お、カウンターやばい。カウンター強い強い強い。カウンター使うんだ、これ。まずファイターン使うんだったら回復しとけばよかった。寝た。あ、寝てない。ためとら。そうだ。バルボロスにはそういう機能がある。ビッグバン。まずいな。マジンキック。当たるんかよ。当たるんかよ。マジかよ。
当たるんかよ、そこ。そこ当たる？お前、おー。まさかのバルボス落ちたね。まあいいけど。命令で、デフォマズンと、特上薬草240。あんま意味ないもんな、これな。じゃあ、回復できないもんな。いっちゃうか。いや、ちょっと回復しといたら耐えられるかもしれない。特約束にしとこう。よし。あ、先に使ってくれるじゃん。よかった。641。ギガデン。はい、よくなんで。イオ聞いたっけな、これ。イオ。オールナブです。これで竜王がとりあえずどんぐらい食らうかな。いらないのでバルボロスに戻して世界樹の葉を使って戦えばいい。まだ死なないかな。強っ。さすがだ。ちょっと一旦もったいないけど、こんなこと言ってらんないので、道具で世界樹の葉、世界樹の葉5枚ぐらい。どんぐらいで回復できたいんだろう。あ、半分あればいいか。ハイテンション。オールアブレス。あ、結構いくな、これ。300、400、400。あ、500いくか。バイキルと。さすが地獄の手を強いね。あ、カウンター食らうかな。あ、食らった。参った。しょうがない、スタンバイモンスターでなんとかするしかないか。竜王がベホマズン使えるので、これなんかするしかないな、本当に。ベホマズン事故でいい。あ、倒したここで倒す。おー、バルザック落とされた。やっぱ星つけないと結構きついね、ここね。落ちたな。不気味な光とか使ってれば効かないのな、どうせな。よし、賢さアップしとこう。3になるから次そしたら、グゴゴゴ、なんということだ。この私がたった5ラウンドでやられてしまうとは。仕方あるまい、お前についていくことにしよう。よっしゃ、来た。やっぱラウンド、お、ちょっと音楽違うね。やっぱすごいモンスターが入ったので。今仲間にした魔物は二度とこの扉には現れないみたいだね。配合するときには気をつけるんだよ。それじゃあ帰ろうか。まあ、そら、そうです。二度と現れないみたいだね。だって、他のは現れるんだね。北エスターク。まあ大事ですね、これね。取っといて損はないのに。作るのもこれ、これ作れるんです、確かね。大変ですよね。バルザック落ちちゃった。おう、カズボイ、エスタークを倒したか。地獄の帝王と名のつく者を倒してしまうとは、そなたを褒める言葉がもう見つからんの。いっそのことわしの代わりにこの国の王となるか。ドラケスリーの王様みたいなこと言ってんだってね、ロマリアのね。それいいね。それいいねになった。何を抜かすか、お前は。それ言い過ぎとだけ言っとればいいんじゃ。それいいねってきた。とにかくわしは、おう、やめんからな、カズボーイよ。めったな気は起こすなよ。自分でじゃあ言うなよ。言うなよ、そんなこと。いそいそいそ、また辞表に行くんでしょ。じゃあ辞表行きますわ。おう、勇敢なるマスター、カズボーイに退治のご加護。ああ、いいね。エスターク入ったし、エグドラシル入ったしね。また強いモンスター生まれましたね。巡り合いの扉も行きたいけど、まだちょっともったいないかな。とりあえず、マンイーター作りたい。前回のね、最初の方に行ったんですけど、王妃様ね、マンイーターが見たいっていう話なので、とりあえずそこまでやっちゃいます、今回ね。次のスカウト級かなんかなんですけど、とりあえずマンイーター作って、もう作ってなかったのでね。
どうしようかな。暗黒踊り封じガード、まあ、何でもいいですよね。まあこれでいいかとりあえずは。で、王座の前に行って、まあ、今回ここまでやります。でね、卵を預けておいてね、次回また冒険のした後に戻ってきて、孵化してね、何が生まれるかとかもやりたいんでね。はい、マンイーター。なんとうねんでした。でかい花じゃ。マンイーターの持つ時々リバースは、行動上にひっくり返す恐ろしい特性じゃ。パーティー次第では有利にも不利にもなる。特性というのは、奥深いものぞえ、ほうほうほう。さあ、これは魔物を連れてきた褒美じゃ。ありがたく使うわよぞ。お、ゼロ封じの証。お、ラウンドゼロとか封じれるのかじゃ。次なる願いを用意しておく俺で、再びわらわに話してきたもん俺。はい、次なんだ。いたりして。きたー。死神の騎士と申す魔物をわらわどうしても言いたいのじゃ。これ前回、捕まえたばっかりじゃん。大野を振り回し、地獄の城を守るという死神の騎士をどうか見せてたもん俺。もしも、捕まえた捕まえた、他国のマスターから捕まえたよ。王座の間。王妃様、いいタイミングで言ってくれる、本当に。そうだね、捕まえ、で、あれまた作らなくちゃいけないのか、だったもんね。捕まえてなければ。はい。なんとクレイジーないでたちじゃ。こやつの持つ時々シャッフルは行動順を混ぜこぜにするスリリングな特性じゃ。素早さに頼らぬ、勝負選びを望むなら、ぜひ使ってみるといいぜ。選びだよね。運びじゃないよね。さあ、これは魔物を連れてきた褒美じゃ。ありがたく使うやろぞ。巨大潰しのお菓子。はい。たまに持ってますよね。はい、次は。あったら持って、キングモーモンと申す魔物のわらはどうしても見たいのじゃ。ちょびひげを生やした滑覆のいいモーモンの王様がどうか見せてたもれ。もしもわからぬことがあったらそこにジーヤ様に話を聞くぞ。キングモーモン。王様のわがまま、いや、これキングモーモンか。キングモーモンをご覧になりたいようですが、キングモーモンを手に入れる手がかりに次のような言い伝えがありますぞ。卵より返りし、桃色の若鳥と黄色の若鳥が、ピンクモーモンとマポレーナを手に取ったとき、奇跡は起こる。わしが知っておるのはこれぐらいですよ。どうか。これは難題ですぞ。ピンクモーモン持ってる。マポレーナ持ってない。ということで、今回ここで終わりたいと思います。いや、キングモーモンだね。これも必要なんですよね。発生して作っていくのに。キングモーモンそういえば欲しかったんだ。ということで、まあ、エスターク仲間に入れましたね。地獄の帝王。まだまだ扉はこんなものではないと思いますので、まあ、他にもね、いろんな扉があるのでね、全部ね、攻略していきたいと思います。プラス、配合もやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。じゃあご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。